ジミー・フロイド・ハッセルバインクは、スリナム出身、オランダ国籍の元サッカー選手、サッカー指導者。ポジションは FW。1990年に、オランダ l d p g のテルスターでキャリアをスタート。その後、AG ・アルクマールやポルトガルのカンポマイオレンセを経て、ボアビスタに移籍。ここで、シーズン20ゴールの活躍をする。1997年にイングランドプレミアリーグの、 リーズへ移籍し、98、99シーズンの得点王となった。1999年には、クリスティアン・ビエリの後釜を探していた、スペインリーガ・エスパニョーラのアトレティコ・マドリードへ移籍。公式戦34試合24得点を挙げたが、アトレティコは、セグンダ・ディビシオンへ降格した。翌シーズンには、チェルシーへ移籍した、移籍後もゴールを量産しにせ 2001シーズンには23得点を記録し、得点王となった。アブラモビッチ体制が本格的に主導した2004年にミドルズブラへ移籍する。このシーズンから、チェルシーの監督に就任することになる、ジョゼモーリーニョは、自身の監督就任にあたっての交渉で、すでに放出候補となっていた選手リストの中から、ハッセルバインクとクジョン戦ンについては、残留を強く要望し、 その時点で移籍先が決まっていなかったクジョン戦は残留したが、ハッセルバインクに関してはそのまま移籍することとなった。ミドルズブラでは13得点、2005-2006シーズンの UEFA カップ準優勝に貢献した。その後、2006年にはチャールトンへ移籍。さらに2007年にはイングランドフットボールリーグチャンピオンシップのカーディフシティに移籍。2007 2008シーズンの FA カップ決勝進出に貢献している。2008年9月15日に現役を引退した。現役引退後はフルスチェルシーの下部組織などで経験を積み、2011年にはノッティンガムフォーレストのコーチに就任。2013年1月に同職を退任、同年5月からベルギー2部のロイヤルアントワープの監督に就任した。 2013から2014シーズンを7位で終えるなど、まずまずの成績だったが、シーズン終了後に退任。2014年11月からは、イングランド4部のバートンの監督に就任。2014から2015シーズンに、バートンを4部リーグ優勝に導き、3部昇格の立役者となった。その功績から、複数のクラブが昇平に動いたとされるが、 2015年12月4日に、クイーンズパークレンジャーズの監督就任が発表された。2017年9月4日、ノーサンプトンタウンの監督に就任した。ありがとうございます。